今回は赤松の静止剪定ですね。静止剪定、静止剪定、形がちょっと作っていかないといけないんで、はい、ちょっと今気になるのがここら辺がだらーんとまっすぐになっちゃってるんで、うん、少しゆすれすらと模様つけたいなと。はい、昼間流はいつもこう厳しいやつばっかりなんですけど、こう優しいところもあるんで優しい木を作りたいなと。はい、多分イメージ的にはこんな風にしてって、こいつをこういう間の中にですね、はいはい、こう入るような内側に向かって、内側にですね、ちょっとやってみたいと思います。優しいところを、優しい昼間さんを見せなきゃいけないという。はい、よろしくお願いします。赤松は文人に向いてるというか、はい、多いですよね。そうですね、そうですよね、細くてね、うん、優しい木を。黒松はね、どうしても太っちゃうんで、なかなか黒松もあるんですけど、はい、赤松の方がやっぱり向いてるかなって感じですね。うんうん、一つ心に決めたのが、頭をどうするか。今ここでね、はい、頭を作って、もう一つこの辺に頭あったんですね。うんうん、お玉候補があったんですけど、これが枯れちゃったんで、はい、今これで作ってるんですけど、この間言った枝3本、はい、枝3本で究極の究極やるには、これを取っちゃって、思い切って取っちゃって、これで頭を作って、で裏枝、差し枝、なるほど、これをやると究極なんで、究極のなんていうんですか、究極の文人の究極ですかね。文人の究極、文人ならではですよね。あの模様木で3本枝3本は無理なんで。そうですよね、本当は誰かに相談したいんですけど、これね、好みなんですけど、ここにちょろちょろっとこういう陣作ってもいいんですけど、はい、とりあえずまあ作るかもしれないよって言うんで、切っちゃいます。いきますか。はい、えいっえいっ。ああ、いっちゃった、いっちゃった。もうね、後戻りできない。そうですね、はい、これまあここら辺でちょこちょこっと後でお遊びで作るかどうかですね。はい、そしたら、先ほど言った幹をですね、かけて細かいところを結構作っていきたい。とりあえず今日は導線で、はい、で細いんで、幹の3分の1って言うんですけど、これだと足んないんで2本巻くような形でいきますね。回転はどっちでもいいですね。で最初にここに当てたいんで、ここから後ろ側から、まああと よくあれですね、正面じゃない裏面から入れた方がいいとかっていうのもあるんで、うん、覆ってる。とりあえずそれと不安定なんで、一応土鉢に。そうだ、もう一個ちょっとグッズ紹介を、また、グッズ紹介を、得意の新たなこういう紐でですね、固定する。なんか積み荷とかのやつですよね、それ。あ、かもしれないですね。いいよ、はい、で、やりましょう。安定、はい、安定と。針金かけづらくなっちゃったけど、霧吹きやればよかったかな。霧吹きをすると、と肌が剥がれにくくなる、いよっていうやつですね。ちょっと今更だけど、やりますか。2本目で、2本目。ちょうどよかったですね、偶然にも。でちょっと今更ですけど、こうするよっていうのだけ紹介してみましょうか。はい、この皮を剥がしたくないっていう時に、はい、まあ本当に水ですね、水をこうかけて湿らせてあげると。もう一本かけちゃったんですけど、これかけてなかったとして、こうする比較的皮が剥がれづらいよという人がいます。で剥がれちゃっても、うん、この前話したんですけど、肌磨いちゃって、はい、あのちりめん肌って、うん、細かい肌作っていく方法もあるんで、まあ、こういうのは取れちゃっても、あの後からこういうところでできてくるんで、うん、あ、ちりめん肌も見ますか。これですね、これ赤松なんですけど、これが私の木で、ここの浜野会長、園主が、はい、ある時、桐山さん、皮むいといたかなって言われて、ええって、むいていただいたやつなんですけど、赤松の本来のこういう赤い幹をね、はい、こういう、赤松っていうのはこういうやつだよって言って、うんうん、本当にツルツルになっちゃって、今ようやく第2弾で、皮が少しでき始めてきますよね。はい、また復活していくってことですね。復活してるんですね。で、あの大きい、あの割れのもいいんですけど、ちりめん肌って言って細かい割れがたくさん出てくる方がいいと。なるほど。いうことで磨いていただいたやつです。はい、はい。これはだからこういうやり方もあるよって、プロでもこういうことするっていうことですよね。なるほど。ことなんで、赤松はそんなに気にしなくても、はい、はい、いいってことですね。
で銅線は一回こう巻いたら硬くなるんですよね、うんうんうん、曲げて。アルミ線は何度でもいけるんですけど、銅線の場合は一回曲げるとそこが硬くなるんで、うん、多分ね加工効果っていうのだと思います。加工効果、加工効果、効果って硬くなる、ほうほうほう、あの組織が変わっちゃうっていうことですよ、ね、いや例えばもう使い回しみたいなことはもうできない。できないですね、だからよくこう曲がった針がね、銅線をこうまっすぐに伸ばそうとするんですけど、うんうん、曲がったやつは曲がったまんまかける、じゃないとこうまっすぐすることによってまた硬くなっちゃうんで、うん、アルミは逆に大丈夫と。アルミは大丈夫ですね、だからアルミなんかよく結構癖ついちゃうわけですよね、はいはい、やっとこう私常に2つ持ってるんですけど、これを一回こういうふうにやってピンと、うん、一発で治ると。あ、本当だ、はい、これなんでアルミ線は使い回しができるんです。あの何度もやってると切れちゃいますけど。なるほど、で銅線はこういうのできない。曲げれば曲がるほど硬くなっちゃうんで、うんうんうん、ということですね。これ小学生結構喜ぶんですよね、これ小学生喜びます。枝3本、うん、これとこういうことですか。そうですね、玉と刺し枝と裏枝、うん、はい、1つの枝に3本までかけてるんですよね、はい、でも3本以上かけるって相当ですよね。まあそうですねそう本当は2本以内で収まると一番綺麗に見えると。その書き方が変わってくるんですよね、最後まで例えば18番で最後までやっちゃうとか、書き渡しが変わってくるんで考えながらやらないとできないですね、これぐらいの理想ですね、はいはい、これが余るかこれよりゼロで余ると一番理想ですね。さすが、もったいない本当は一回こっちに曲げたぐらいなんですけど、うんうん、ちょっといけるかな、この辺でね。おお、怖いですね、細いから、うん、ほうほうほう、ここがね、少しこっちに向かって、ここはさっき同様。ちょっとパキッて言います。パキパキ結構力入れてますよね。入れてますね。ちょっと危険だ。全体に下げますね、ここで下げといて、こいつを裏に持っていくと、うんうん、でこれもできるだけ鋭角に。下がりすぎちゃうな、縛っちゃった、一緒にあれあれあれはあ僕どうやって抜くんだろうなと思いながら見てました、それこれはちょっと一瞬怖かったですね。ちょっと一瞬怖かった。ここね、横にしたくないんですよね。うんうんうん、こう横にしたくないんで、高い人もうちょっとやっぱり起こしたいな。うんうん、究極。そうですね、枝3本どうしてもね、厳しい方にいっちゃうんで、そうですね、優しく作ろうと思うんだけど、優しい昼間さんを見せると見せらんないんだよな見せらんない今何がしたいかっていうと、はい、まあ、この位置がどこら辺まで入ってくるかなっていう、うんうん、この枝の部分を寄せる。そうですね、ちょっと引っ張ってあげて、うんうん、そこら辺は少し好みでいいかなって。とりあえずこれ一回やってみるか、うん、優しい昼間さんが優しく作ったんですけど、はい、2つ注意しなきゃいけないところがあって、ちょうどね微妙な今位置なんですけど、これをこうまっすぐ上にはしたくない。少しでもいいからこう右に、この幹は、うんうん、少しでも傾けたい。でもう一方でここを真横にしたくない。で少し立てたい。少しこれがちょっと右に行って、これが少し上に上がって、うんうん、それなんで最
さっき一生懸命ここをこう曲げてたわけですね、上に上げて、うんうん、でその絶妙な位置を作っといて、あとはこれをどこまで引っ張ってくるか、そこの話になってくるわけですね、うんうん、ちょっと内側に入るぐらいでいいと思うんですよね、ま、間の中に少しこいつらが入ってくるっていう、この辺かな、少し右に行きながら、これも少し上に上がって、はいはい、少し内側に入って、多分こんな感じですかね。で、枝は究極の枝3本。3本。落ち枝と裏枝と頭ですね。本当に出てもいいかな。そうすると、ダーッとなだらかな感じで、でストーンと落っこってきて、この真ん中を少しこいつ埋めてあげて、角度もね、いくつかちょっと振ってもいいかもしれないですね。で、あとさっき、ここら辺の一番気になってたところ、ふんわり、ここを曲げたんですけどね。はい、こんな感じでどうでしょうか。ちょっと試しですけど、お好みで、ぐーっと。なるほど、うん、こういうのもある、これでもいいかもしれないですね。だんだん厳しくなってきますよね、こういうことね。ここがなかったらのがいいのかなって、やっぱり。ああ、そうですね、こうなってくると ね、 ね、いらないですよね。まあ、ここは後で皮むいて、一応こういう陣を、まあ、面白い形してるんでね、陣は作りますけど。あ、陣作りますか。陣作りますか。まあ、陣作ってもいいよと、取っちゃってもいいよというところですね。究極の枝3本。枝3本作り、はい、かっこいいです。枝3本ちょっと上げた方がいいかな。映像を見るとね、後でいつも反省するんで、これ、うんうん、逆に、はいはい、提案っていうか、ここ残してたとするじゃないですか、はいはいはい、ここ頭にしてこれを取るってこともありなんですか。これ残したらでも欲しいですね。あ、なるほど、うん、ここは欲しいですね、やっぱりね。なるほど、なんか下がっていっちゃうな、これな。完成。はい、これでこんな感じで究極の枝3本。枝3本これ取っていいですか。これはい。はい、確定で。じゃこれ確定。はい、じゃこちらで完成と。完成ですね。でこれのもう一本、はい、動画見てどうしても、はいはい、納得できないのがあるんで、はいはいはい、お願いします。できます。ですね、正面もねちょっと違ってて、この間、うん、この間の心拍、この間の心拍、そうそう、一つここがね面白くなかったんですね。こんな角度だったんですね。やっぱこの幹模様が面白いところを選んで、こうストーンと落として、これを生かすためにはやっぱりこれ取ろうかって、うん、なるほど、いうことで枝3本、枝3本にこっちもしちゃうと、こっちも落とします。これはい、はい、でそうするとこれが裏枝が、まあ、保険で取っといたやつが、こいつが生きてきて、どうですかね、ですね、グッ、これでこの幹模様が一番いいところが見えるようになってきて、でこの内枝がストーンと落ちて、ここの枝を抜いたことでこの感覚が広がって、これが効いてくるなって、で裏があって、頭があって、枝3本になりました。やりました、はい、もう動画見てね、もう悔しくて4本じゃないかと。そう、4本じゃないかと。もうようやく、はい、これでこの陣拍が本当にいいですね、細くてね。この後作ったやつも良かったですよね。あ、この後もう一個作ったの。もう一個作りました。もう一個見ますか。これも面白い、2本目ですね。これは3本にはしないと。あ、まあ、無理無理1本、2本、3本、あ、なるほど。ブロックで、はい、いいですね。いや、まあちょっとね、このサイズ感とね、このサイズ感がいいですよね。いいな。これでも20センチぐらいなのかな、これ。そう、あと1本はまだこれからですね、うん、これもいいですよね。この3本目でこいつの難点は裏がない。うん、うん、裏がないのが今難点で、でここは多いですよね、うん、なるほど。ここ多いんでやっぱり2つぐらいとりあえず取っちゃいますか。うん、うん、これでまあ大きなブロックが2つできて、まあこれもいらないかなって気がしますけどね。ここに1個できて、ここに1個できて、という感じで、これでも下多いぐらいですけど、まあ下はどっちにしても弱るんで、これぐらいつけといていいと思うんですけど、であとは裏がないんで、1つはこれをできるだけ後ろ、ああ作る、位置的にはねこっちの方がいいんですけど、これ前来ちゃってるんで、あ、これやられてるな、折れてるかもしれない。これまあこれなくても構わないんで、うんうん、こいつを裏枝でこの辺に持っていく。なるほど。まあもしくはやればですけど、この辺に刺すっていうね。ああ。
あ、もう食い込んでますね、これね。あ、本当だ。うん、早い。早いですね。まあ、この辺にあるといいですよね。うんうん、そうですね。ね、これをだから強引に持ってってこの辺にとりあえず作っといて、うんうん、これも多いな、なんか折れてるから取っちゃいますか、うん、はい、だんだん3本に疲れてきますよね、うんうんうん、はい、で、下がる、あくまでも文人は枝3本なんで、はい、なんで無理する必要ないです、3本は、うん、はい、3本にする必要はない、究極はっていう話なんで、ついてみますかね、試しにね。あ、ついてやります、ついてみましょうか、今すごいボリュームのある動画になりそうですね。ね、2回ぐらいに分けて試しにさせてみましょう。まあ2月ぐらいがね、本当はいいって言うんですけど、第1等ってですね、こっちを入れて、こっちは返しは少しでいいですね。はい、ちょっと水つけといて、欲しいのはこの辺なんで、この辺にも大丈夫かなこんな感じで、はい、はい、刺しますね。で、刺してテープで、これなんか塗らなくてもいいんですか。あ、あの塗った方がいいっていう人もいますけどね、あの発酵みたいなやつ、みたいなですね、塗ってもいいって言いますね。で、一番大事なのは形成層と形成層を合わせるんで、ちょっと絵描けますか。こういうふうにやって、で、こう切って、そうした時にここに形成層があるんですね。形成層っていうのは、形成層っていうのは大きく言うと、ここに皮がありますよね、表皮が、皮があって、でここに息の白いところ、はい、でここに形成層ってあるんですね。で、ここで生きてるんですね、盆栽って、はい、なんでここの皮を剥いた時にここに白い形成層が出るんで、ここに継ぎ穂のこの形成層、これこと、ここを合わせるんです。そうしないとつかないと。それを知らない人はこれを真ん中に入れちゃうんですね。ここにど真ん中に入れちゃうと形成層同士が合わないからつかないんですよ。なんで必ず ど真ん中に入れると合わない、合わない、形成層がだから繋がらないんです、生きていけないんです。継ぎ穂の形成層と形成層とこの形成層を合わせる、これが大事なんで、だからど真ん中じゃなくて片方に寄せるっていうつもりになります。これが大事な話です。角度的にはだからちょっと斜めにこう、まあ、斜めでもいいですし、あのまっすぐでもいいんですけど、ここの広くグッと削った時も大抵知らない人真ん中入れちゃうんですね、はい、形成層のないところに、そうそうすると形成層同士が合わないからつかないんですよね。なるほど、はい、芯はこれ実際にはこれ活動しないんで、はいはいはい、形成層で、はい、だこの形成層同士をここに合わせてやるってことですね。ここにね、ここにこういうふうに、うんうん、はいはい、ここで初めてつながるよと。なるほど、はい、でもなんかね、やっぱそこにつくとなんとなくね、なんとなくいい気がしますね、はいはい、それで適当な袋がなくてですね、ティッシュ、あの乾燥させないようにこういうものをつけといて、はい、それでこれ何でもいいです。ユニパックっていうね、袋が一番本当はいいんですけど、ないんで、今ゴミ箱からカップラーメンのシュリンクフィルムを拾ってきましたけど、はい、葉っぱに常に湿気を持たせて、乾燥させないようにですね。なんでこの中が少し湿気で潤うように、で完全に止めちゃってもいいんですけど、あの少し、まあ、空気の流通があった方がいいんで、心拍は割と継ぎやすいんで、こんないい加減なやり方ですけど、本当ちょっとラフにやりましたけど、こんなやり方があるよってことですよね。そうです、はいはいはい、ということで、うん、つくことに期待、期待どうなるか分かりませんけど、はい、楽しみですね、はいはい、楽しみです、はい、以上です、ありがとうございます、はい。